八代目沢村栃氏の千学寺長恩賞は十六年十一月、東京劇場初演、玄読中心蔵、千学寺の一日より、八代目沢村栃氏十一月六日昭和十八年三月二十八日は、明治から昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。野号は、木の国屋。縄文は丸二のあざ、替え門は、見わつる。背名に、栃氏がある。 本名は鈴木大吉。東京浅草の漁将の子に生まれる。初代女高谷少伝次の門人となり、明治27年1月に沢村大輔を名乗って浅草座で初舞台。明治30年1月には沢村伝次郎と改名した。この後氏の初代少伝次が死去すると、その父、七代目沢村と氏に指示。 明治44年帝国劇場が開場すると同時に、その先属となりな大昇進。昭和2年7月に、死の七代目とつしの娘婿となり八代目、沢村とつしを襲名した。その後は、市川佐団寺一座、佐団寺死後は、市村宇佐門一座、そして戦時中には一時、小野菊五郎劇団に席を置き、戦後は関西歌舞伎に移って活躍した。 昭和30年代に入って、関西歌舞伎が崩壊の一途をたどると出場所がなくなり、世間に忘れ去られたかのようにひっそりと鎌倉の自宅で死去した。75歳だった。伝次郎時代は中芝居の二枚目役者として、名を売り、毛犬の異名を取った七代目突氏に支持してからは、その派手な芸風をよく受け継いで、 とにかく勇猛さが目立つ役者となったが、八代目突氏を襲名してからはそうした、荒さがなくなり、むしろおとなしく堅実な脇役になった。関西歌舞伎では、吹け役の第一人者となり、梶原平造誉石切の青返し、六郎太夫や、玄平布の引き抱き、さねもり物語の瀬尾十郎などを当たり役として、譲らなかった。また新作歌舞伎に印象に残る役が多く、 春風町の葛飾北斎、国定忠治春の日光炎像、玄読中心蔵、大石最後の1日の堀内伝右衛門などが挙げられる。温厚な昇家の大旦那のような地味な存在感があり、鎌倉を愛して関西歌舞伎に移籍した後も鎌倉の住みかを離れなかったが、大阪の舞台に立つ時は、何技の楽屋に付属する寮を宿所にするほど、暮らし向きは失踪だった。科目で、 芸団などを語ることは滅多にないほどだったが、他の者の芝居は常日頃から熱心に見て、検算を怠らなかったという。ありがとうございます。